ローヒラー族は、ウルデュ語を話すアフガン系民族。ローヒラーパターン、ローヒラーアフガンとも呼ばれる。かつて、北インドのウッタルプラデーシュ州北西部に相当する、ローヒルカンドと呼ばれる地域に居住していた。現在は、インド、パキスタン、アフガニスタンなど各国に居住している。総数は200万人ほど。 ローヒラー族の支配領域ローヒラー族の大部分は17世紀から18世紀にアフガニスタンから北インドに移住したとされている。彼らはユースフ在族の一部であったとされる。彼らの定住、支配したゲンウッタルプラデーシュ州北西部地域はローヒルカンドと呼ばれるようになった。1705年、アフガンスタンからダーウード、ハーンローヒラーがインドに定住し、 ローヒラー族の指導者となった。彼は、バダーユーンを拠点とし、ユースフザイ族など、アフガン系民族を結集した。1721年、ダーウード・ハーンが死に、ヨーシアリー・ムハンマド・ハーンが後を継いだ。彼は兄弟となり、やがてアワド大衆、サフダル・ジャングに、税の納入を拒否するようになった。彼は1739年に、イランのナーィル・シャーがデリーを占拠した際、 その軍に従軍して、北、インドに定住していた、アフガン人を自軍に取り入れており、ローヒルカンドの住民は10万人になっていた。ムガル帝国は兵を送り、アリー・ムハンマド・ハーンを捕らえて、デリーへ送還したが、結局は彼をシルヒンドの知事としてを認め、釈放を余儀なくされた。また、彼の時代に、バレーリーが新たな拠点となった。18世紀後半。 ローヒルカンド北部を支配していた族長の一人、ナジーブ・ブハーンが台頭し、ナジー・バーバードを拠点とした。彼は、マラーター同盟の台頭を見て、アフガニスタンのドゥッダーニー・アサと同盟し、その創始者、アフマドシャー・ドゥッダーニーに協力した。そして、1761年に、第三次パーニーパとの戦いで、マラーター軍を打ち破った。1774年、イギリスは、 アワード大使を援助し、ローヒルカンドへ攻め入り、ローヒラー族を破った。その結果、ローヒルカンドは、ラームプル、ナジー・バーバード一帯を残し、アワードに併合された。その後、アリー・ムハンマド・ハーンの息子、ファイズラー・ハーンは、イギリスと軍事保護条約を締結し、支配領土は反王国となった。ナジー・バーバードのローヒラー勢力は、独立を保ち続け、 ナジーブ・ハーンの孫グラーム・カーディル、ハーンの代になると、1788年に、帝都デリーを一時的に占領した。だが、マラータの有力者、マハーダージー・シンディアの攻撃を受け、1789年に、捕殺された。その弟のグラーム・ムイーヌティン・ハーンは、ナジー・バーバードの支配を失いながらもパンジャーブに、逃げ延び、1812年に、 イギリスの助力でナジー・バーバードに戻り、その年金受給者になった。ラームプルハン王国はその後もイギリス保護の下で存続し続け、1947年8月15日のインド・パキスタン分離独立時までその支配を保った。ありがとうございます。